はい、アディクティブドラムの解説第2回目となります。今回はですね、アディックに収められている豊富なドラムパターンのコントロールをご紹介したいと思います。まずドラムパターンにアクセスするには、この右上のビーツ、こちらをクリックしていただきます。そうするとこのように画面が切り替わると。今見ていただくとですね、かなり膨大な量並んでいますね。好みのものを探していくのはかなり大変かと思います。そこで役立つのはこの上部分ですね。ここである程度絞り込みが行えます。一番左ライブラリーはですね、追加購入を行ったパッケージのですね、ミディグルーフが使えると。これはですね、この右部分からもアクセスできます。例えばヒップホップトースですね、このヒップホップが出てくるといった形です。オールにしておくと全てのパターンが出てくると。カテゴリーに関してはですね、ジャンル別になってます。このようにですね、ロックから探すだったり、ジャズから探すだったりができると。それでは今はちょっとジャンルから探してみましょうか。この中のじゃあポップロック、ちょっと選択してみます。こんな感じですね。またちょっと多いので右側から絞っていくんですけども、でこのテンポですね、クリックしてみると2つあります。実際もこの楽曲のテンポが116です。この116からですね、プラスマイナス10の範囲でパターンを選ぶといった形になります。ですので今このように選択するとですね、この楽曲テンポ116なんで106から126の間でパターンを選ぶことができると。で、このタイムシグネチャーはですね、何拍子なのかというものを選択します。4分の4を選択するとだいぶ絞り込まれますね。実際にこれをプレビューしていきましょう。まずこの左部分ですね、パターンを選択すると。そして右にもですね、パターンが出てきます。これどういうことかって言いますと、今選んだもののちょっと8部パターン、4部パターンだったりとか、ハイハットがクローズになったパターンだったりとか、この中でもですね、細分化されていると。そしてこれを選択していくとですね、ここの右下がどんどん変わっていって、現在のパターンが表示されているといった形となりますね。で、この際にですね、ちょっと注意していただきたいのが、見ていただくとこれテンポ119って書いてますよね。実際この楽曲が116なので、テンポが合わないことになります。この時に役立つのがこのシンクテンポというものですね。これをつけておくことで楽曲の116に合ってくれると。ですので、ここは必ずつけるようにした方がいいと思いますね。再生しています。こういった形ですね。あとはですね、実際楽曲に当ててみたいという場合が多いんですけども、この時に注意があります。一回再生してですね、プレイをしてみますね。同じ116なんですけども、僕のスタートするタイミングがずれてしまったために、このように合わなくなってしまっていると。こういうことを避けるための機能がこのシンクプレイストップですね。これを入れておくと、こう、DAW 側を再生した時に自動的にパターンが再生されますんで、自動的に楽曲に合ってくれますね。一回やってみましょう。このまま切り替えていくことも可能です。こういった形ですね。DAW を止めると、このパターンも止まると。で、このようにですね、気に入ったパターンを見つけたら、このパターンをですね、DAW 側にドラッグ&ドロップすることで、こんな感じで簡単に取り込むことができます。MIDI で入っていますんで、ダブルクリックを押すと、このようにですね、後からですね、いくらでも編集ができてしまうというのが魅力かなと思いますね。ここで注意していただきたいのはですね、今入れたシンクを消しておかないと、こちらのパターンとですね、実際に入れたパターン、ダブルでなってしまいますんで、このシンクをオフにしておいてください。これで聞いてみましょう。このような形で使用していくのが基本となります。そしてですね、ちょっとドラム入りですね、フィルが欲しいなんていう時にはですね、このビーツ、フィル、要はフィルだけを選択することができます。今両方ついてるんですけども、このビーツの方を消すことでフィルだけに絞られますね。フィルのパターンかなり収められていますね。先ほどと同様にこうシンクを入れて、ちょっと前から再生してですね、かつループを入れておくとですね、次々に切り替えられますんで。こんな感じで。こういった形ですね。気に入ったパターンが見つかりましたら、先ほどと同様にドラッグ&ドロップして入れていくといった形で簡単にパターンの構築が可能となります。次回もですね、また B スタブ、このグリッドサーチ、両方とも新機能なんですけども、このトランスフォーム、この部分を解説していきたいと思います。ぜひお楽しみにしていてください。それでは今回の動画はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。